Hey everybody, welcome back to Yakuza Like a Dragon, part 18, chapter 5, The Liu Meng Man. Liu Meng. I think I said it correctly. あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる気を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのにどいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな。学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは？ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。菜の葉さんか。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。ていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。バカ、店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。菜の葉さん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は、野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。菜の葉さん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。違うって何が？私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは？わかった？メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えりゃ双子だろ？大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、菜の葉は妹なので、あんた姉の紗恵子か。じゃああんたもその風俗嬢なのか？風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか？あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか？最初に入店したのは私。でもまさか
妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。兄弟だろ？それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ？複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか。うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう？そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だから菜の葉には会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でも菜の葉がソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。うん、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ、心配はねえよ。そっか、お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、それと難波さん。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。わかってる、本当に感謝してるって。ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあ、ちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな、電話か何かで？うん。だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか？そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。なんだって？その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。あんた店長とはどんな話を？ Come on, drop the suspense. Tell us. はあ？乙姫ランドのボーイさんが？そうなんだ。妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すとかなんとかで。ちょっと何なのそれ。だいたい菜の葉がソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの？ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上もうさっちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと？でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの？大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずの菜の葉のために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち？そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だあんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ？店長。店長？ロマ、ロマ。Interesting stuff happening. それが店長との最後のやり取りか。そう、
最後ドタバタしてたってのはなんだ。わからないけど多分中国語、かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん、店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら急に引き上げていったの。紗恵子さんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ。ラオマ、どういう意味だ。だから意味はわからないって。いや、よくわかった。マジで？ラオマってのはハンピン・リューマンの幹部の愛称だ。ハンピン・リューマンの幹部？偉人さんの？ああ、実際の名前はマブチ。マブチ、ハンピン・リューマンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは清流海の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。はあ、だからその掟が破られたとなると大事だな。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマーって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマーを知らねえ奴はいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだから。町の刑事を丸ごと？奴は偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、マブチに自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上マブチが相手で被害者がソープの店長とくりゃ、まともな捜査は期待できねえかもな。なあ、そのマブチが怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。
私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって、七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆っていうんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの？そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だから俺らに会いに来たんだよな。オーケー、オーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。お弟子さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。よろしくな。Sacco, Mukuna joined the party. Great. Now we're four. Can we actually have four party members at the same time? Nah. Arashi-san, do you know where Mabuchi's hideout is? The Liu Mang are still mafia, so just like the Yakuza, they're not gonna just plaster their name on an office. On top of that, Mabuchi's cautious bastard. Word is he doesn't even take meetings. So we don't have any leads. Yeah. I wouldn't say that. You know the restaurant Row, just north of here? That's where the Liu Mang are known to hang out. Oh? Like a little Chinatown? It's more Chinatown than Chinatown, really. Mabuchi's gotta be hiding somewhere along Restaurant Row. Then let's head over there and ask around. Oh! Perfect. I was starting to get hungry anyway. Oi. Don't tell me we're going down there to grab food. Why not? Arashi-san said this is the real Chinatown, so it's gotta be good. You'll see when we get there. Oh, we actually have four party members active. Who are these people? Oh, some kind of enemy. Shillboard. Oh, it's three of them. Let's see what this girl can do. Holy shit, she's weak. Oh,
Let's try this. Since they're resisting physical attacks. They even resisted that. Okay. Clobber bag. Let's see what this is. He resisted everything. Oh man. These idiots just keep resisting. I want to see what gear Sayako has. Handbag. 988. That's a lot of difference in damage. Where is the... I could go get the shop. Let's go. Wait, do I even have money? I do. I do have money. Let's go check on the shop. It's another shill board. ストリップ劇場か。年季の入った建物だな。おい、一番アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのともう一つは？え、それはその社会貢献？どうせならもっとうまいこと言えよ。冗談よ。 でもこのバイトはショー見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはモギリや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかるってさ。違うぞ。俺は真面目に働こうと思って。別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事なんてねえよな。いらっしゃいませ。<笑> Oh, I think Numba's disappointed. Technical bag. What can Sayako use? Only this. And it's 17k. Sexy microphone. 18k. 500 sadistic whip. Holy shit. Toy bracelet. Ah, for now we're just gonna go with it till we get more money. That shill's gone. This one's back. Yeah, whatever. Let's just get to the restaurant row. Tasukete kudasai! Hmm? Ora, ora! Sassa to kane dase ya! Come on, people. Seeing this shit makes me sick. てめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。あ、なんだお前は。あ、来てくれたんですね。バイトヒーロー.comの方ですよね。あ、バイトヒーロー.com。 How to be a part-time hero? なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。 Let's wipe the floor with these street thugs. I want to see her skills. Not bad. Yeah, just finish him off. Take care of that idiot. Whoa! She actually got him down.
Nice one, Psycho. 4K for that shit. ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん。頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え？違うんですか？お待たせしました。バイトヒーロー .com のものです。ん？はは、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。ああ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけて、すぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチンピラが。Oh my god, this is such a stupid outcome. Just fucking clobber him. Oh, he's guarding. Oh, come on. Let's try this. Seriously? He guarded against fucking everything. There we go. 5,000 yen for that. Freaking hell. We finally have the money for the new handbag. そうです。この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた？どういうことですか？ Do I have to explain everything to you, sir? あ先ほどは勘違いしてしまい、すみませんでしたね。こんなことしかできませんが。お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっはじゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。でさっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す？困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ？実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。偉人町は異常に治安の悪いどん底の町ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。
そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだよ。じゃあ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう。この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。Doesn't sound like such a bad gig. Plus, I get paid. Might as well give it a try. わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では、詳細の説明をさせていただきます。Completing part-time hero quests will net you rewards such as money and items. Quests will automatically be received depending on the state of your progress. These can be checked under part-time hero quests in the pause menu. Support quests include delivery quests in which you'll be tasked with delivering specific items, while rescue quests include takedown quests in which you'll need to defeat specific enemies throughout the city. Upon completing these tasks, report back to the reps at locations, such as convenience stores, to mark the quest as completed. However, urgent takedown and delivery quests do not need to be reported to the reps. Simply talk to the person you helped to mark the quest as completed. Okay, that seems simple. Each quest you complete earns you member points. Collecting these points improves Kasuga's member rank, granting him access to special weapons and more rewarding quests. Take on tougher quests and earn more member points at once. That doesn't seem that difficult. Challenge quests involve various missions based on everyday tasks, and when they are completed, your personality will improve in accordance with each entry. Rewards for challenge quests completed before meeting hero will be automatically added. Okay, that sounds nice. Well, the city's peace and safety. Baitohero.com. 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。There's like two cats in the background licking themselves. This isn't exactly what I pictured. The image I've always had of Yokohama is kind of loud and flashy like Chinatown. Shut it, Ichiban. Eh?
You moron. Eh? Whoa, what crawled up your asses all of a sudden? Don't even mention Chinatown around here. Huh? The Chinatown you're thinking of is basically a tourist attraction on the other side of the station. The people living here are the ones who got driven out of that area a long time ago. So you're saying there was a turf war in Chinatown? What are they, Yakuza? Whoa. The truth isn't far off. After the war, Chinatown was still raking in while the Chinese living here were scavenging for scraps. The gap was so drastic they felt they deserved to be in on the action even if they had to take it by force. But that didn't exactly work out. That grudge has simmered for all those years and to this day, it's the backbone of the Yokohama Liumang. Eh? Jeez. The people living here are basically the descendants of the ones who got run out of Chinatown. They lost the war, but they had nowhere to go. So talking like a dumbass is gonna make even more Commonwealth glare at you. Not to mention the Liumang. Oh. I get it. I'll keep my mouth shut about Chinatown. What? Just remember, we're on Liumang turf now. Don't let on that we're trying to catch Mabushi. Start with some small talk so nobody gets suspicious. Then when you see the opportunity to ask about Mabuchi, go for it. We clear? Wakatta. Okay. Alright everybody, this'll be it for part 18. I'll see you in the next one. Later.